ティンダモン。あ、ゆかです。タッキーさん。はい、タッキーです。あ、じゃあ早速ご飯食べ行きましょう。出会い頭でなんですが、僕は女の子にお金を使いません。どうしたんですか。これを当たりと捉えるか、外れと捉えるかはあなた次第です。うん、あの、一回怖いんで手だけ下ろしてもらって。当たりと捉えるか外れと捉えるかっていうふうに言われたんですけど、これは当たりなことってあるんですかね。なるほど、いい質問ですね。これはあくまでも適当な女の子にお金は使いませんということ。あ、つまり貯金は溜め込んでる、そういうことです。あ、だから付き合うか分かんない女の子におごる金はないけど、結婚とかしたら結構資産あるよみたいな。そういうこと。総資産はなかなかえぐいです。えぐいですね。おお、手の動きが怖いですね。おお、ラッキーです。あ、ラッキー、ゆかです。なんかお酒とか飲んでるんですか。え、あのテンションが異常なので。あははは、前に別のマッチングアプリでケチすぎると通報されました。はあ、やばいっすね。なのでテンションだけはポップにしようと思ってます。逆に通報されるんじゃないですかね。あの普通の怖いんで動きがね。あの一回落ち着いてください。あの人目もあるんで。あ、でも分かりました、分かりました。じゃあどっかお店行きましょう。私おごってもらわなくて大丈夫なんで。はい、いいですね。はい、それでは選択肢がいくつかあります。ああもう決めてるんですね。サイゼリア、ハナマルうどん、床が極力ぬるぬるの中華屋さん。なんで？安いですからね。床がぬるぬるなほど安いですからね。ああ、掃除する。その通り、人件費を削ってますからね。はい、早い、早いです。人件費を削ってますからね。顔の圧が強いですね。うん。はい、はい。じゃあ。もしくは、僕は T ポイントが800ポイント、楽天ポイントが1200ポイント貯めてるので、そのどちらかを使えるお店。わかりました。はい。じゃあ、もうサイゼリアで、もうあのその辺にあると思うんで、はい、そこ行きましょう。素晴らしい。おー、サイゼリアコスパが高いですからね。はい、ありがとうございます。あ、もちろん、おごりませんよ。いいですよ。僕の分だけ。はい、はい、あの。ミラノフードリアだけ。わかりました。温玉などは乗せません。わかりました、わかりました。じゃあ、サイゼリアに行きましょう。はい。ここで質問。おー、なんだ？ゆかの今日の所持金は？え、なんで？チクタクチクタク。時間は有限ですよ。あ、わかりました。すみません。多分1万5000円ぐらいだと思います。グー。おー、よかった。グー。うん、1万5000円を持っているということは、おごられなくても大丈夫。おごられなくてもいいよという意思で来ているということですね。まあそうですね。初対面の人におごってもらうの怖いで、おお。素晴らしい。わかりました。はい。じゃあ、行きますか。もちろん、二次会はござせん。あ、はい。一次会できっちり帰らせていただきます。あの、本当に。もし、はい、ゆかがいやらしい気持ちを起こしてしまった場合、どこかホテルなどに行きたいと思ってしまった場合、ないです、ないです。うちがここから徒歩48分で着きます。徒歩じゃないから、電車の距離だから。早歩きで37分。うん、いいですね。あの、今本当にあの、なんだろう、興味で、あの、そういう、なんか彼氏候補とかじゃないんで、ご飯行こうと思ってるのは。まあ、その時はね、二人で仲良く手を繋いで、歩きましょう。興味本位でなんで、じゃあ、あの、サイゼリア多分あるんで、行きましょう。はい。ゆか？はい。今んとこ合格です。はい。